あとこれ先生、最後にちょっとこれこの質問いいですか先生。あ、はい、最後、はい、ぶっちゃけなんですけど、はい、ぶっちゃけた話、へ、総長って今税務署に目つけられてます？あ、つけられてますよ。即答しましたけど、うん、そうなんですか。これは、マジっすか先生。だってね、ちょっとね、前作もしないけど世界一だなんだって話もありましたし、めっちゃ目立ってたじゃないですか。先生、前作は NG です。はいはい、すいません。いや、ちょっと待ってください先生、これ何が起こるんですか、うん、これから。あの、どっかのタイミングで、うん、税務調査ですって来ると思いますよ。とつられるってことですか、うん、はい、とつられるってことですか、家に。とつられる可能性はまあないことないですけど、一旦多分あの、まあ、私のところに電話が来て、あ、じゃあ先生、あの、よろしくお願いします、うん、戦いを、はい、私はもう悪いことしてないんで。はいはい、悪いことしてないですよ。してないですよ。してないけども、はい、目立ってるっていうのと。目立ってる。私はじゃあ目立っちゃってしまったんですね。うん、目立っちゃってますね。お前らのせいやぞ、たく、こら、お前らのせいで、税務署に目をつけられてんだろうが。うん、ケイソンさんに関しては税務署来るだろうなっていう準備はしてます。はい、なるほど、いや、ありがたいです、はいはい、安心してね、いただきたいと思いますけども。